3分で皆さんの興味をフォールガイズに向けるチャレンジです。皆さんゲームお好きでしょうか？僕は小さい頃からゲーム大好きで、気づいたら何時間もプレイしていたってことがよくあります。そんなゲームは悪影響が多いって言われがちですが、そんなこともないようです。スイスのジュネーブ大学の研究によると、普段からゲームをする人はしない人に比べて認知能力が向上しやすいことが分かったそうです。適度に行うゲームはいい影響を与えるようですね。ということで、今回は皆さんの脳を活性化してくれるかもしれないゲーム、フォールガイズについて話をしていきます。今日話す内容は2つ。1つ目はフォールガイズのご紹介、2つ目はこのゲームの面白ポイントであるシンプルな操作性についてです。この動画を見てフォールガイズの魅力が伝わり、興味を持ってもらえたら嬉しいです。1つ目のお話、フォールガイズのご紹介。フォールガイズは2020年8月にリリースされたオンラインゲームです。ゲーム性としては、マッチングしたプレイヤーが1位を争うバトルロイヤル形式となっています。発売から24時間でプレイ人口が150万人を超えるなど、かなり話題になりました。ゲーム実況者や芸能人も多くプレイしており、実況動画がかなり出回っています。僕もゲーム実況を見て楽しそうと思って購入しました。絶賛ドハマり中です。2つ目の話は、このゲームの面白ポイントであるシンプルな操作性についてです。このゲーム、操作がかなり単純です。移動、ジャンプ、ダッシュ、スカムという4つの動作が基本操作となっています。これだけシンプルな操作性であるため、初心者でもすぐにプレイになれることができます。操作性が複雑なゲームだと、プレイになれるまでに時間がかかって、その間上級者にボッコボコにされて、結果やる気なくなるみたいなことはありますよね。そんなことが起こりづらいのも、操作性がシンプルなこのゲームの長所であると思います。さらに、シンプルな操作性は実況のしやすさを生んでいます。先ほど話した通り、このゲームは初心者でもすぐに楽しめる仕様になっています。そのため、普段ゲームをやらないような芸能人の方が実況を行うことが増えています。皆さんの好きな芸能人が実況を行う可能性も大いにあると思います。もしかしたらマッチングして一緒にゲームすることができるかもしれませんね。そう思うと、かなり夢のあるゲームだと僕は思います。ということで、今回はフォールガイズについて、フォールガイズのご紹介、このゲームの面白ポイントであるシンプルな操作性について話をしてきました。今回の話でこのゲームの魅力が伝わり、興味を持ってもらえたら嬉しいです。またたまたまなんですが、僕が大好きなアイドルが実況してたりもするので、そちらもぜひチェックしてみてください。以上、フォールガイズについてでした。この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル